それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見がございます。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。まずは謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。まず改めて確認をさせていただきますけれども、昨年の9月の初めに野田内閣が発足をいたしました。その時に掲げた最大かつ最優先の課題、これは3つございました。1つは東日本大震災からの復旧復興、そして原発事故の収束、日本経済の再生、この3点でございました。今年も引き続きこの3つの大きな命題に挑戦をしていきたいというふうに思います。まずはこの仮設住宅やあるいは避難所でこの寒さの中、いまだに厳しい被災生活を余儀なくされている皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。その震災復興でありますけれども、昨年末に第3次補正予算が成立をいたしました。合わせて復興交付金あるいは復興特区といった新しい仕組みも作ることもできました。加えて間もなく新たに復興庁を設置をすることになっています。この司令塔を中心にですね、力強く復興を推進をしていく決意でございます。二つ目は原発事故への対応でございますが、昨年の12月16日にステップ2、いわゆる冷温停止状態を到達をすることができたことは宣言をさせていただきましたけれども、原発事故との戦いがこれで終わりではないということも併せて申し上げさせていただきました。これからはまさに賠償、健康管理、除染、これらの柱をしっかりと実現をするということが、まさに福島の再生につながるだろうと思います。力こぶを入れて取り組んでいきたいというふうに思います。日本経済の再生については、先般の第3次補正予算の中でも、例えば立地補助金であるとかですね、あるいは中小企業の金融支援等、切れ目ない経済対策を盛り込んだつもりでございますけれども、これからも特にデフレ脱却に向けて、日本銀行と今まで以上に連携を深めながら、その克服に向けて努力をしていきたいというふうに思いますし、FTAP の実現含めて、高いレベルの経済連携を図ること、あるいは新成長戦略の加速、日本再生戦略の具体化等々の取り組みを深めながら、日本経済の再生に向けて力強く推進をしていきたいというふうに思っております。今申し上げたのが基本的な3つの命題なんですけれども、ほかに昨年、与野党の協議を進めながら、残念ながら残された課題がありました。1つは郵政改革。これは郵政改革そのものの目的もありますけれども、復興財源の税外収入としても大きく期待をされていることでございます。からもう一つは政治改革、特に議員定数の削減、さらには公務員の人件費の削減も含めた行政改革、これらの残念ながら与野党協議が進みながらも、結論を得るに至ってない問題があります。こうしたテーマ、それぞれを通常国会のなるべく早い時期に実現をさせていきたいというふうに考えております。で、その上で一番大きなハードルになると思われるのが、社会保障と税の一体改革でございます。昭和36年に日本の社会保障制度の根幹はできました。国民皆年金、国民皆保険。しかし、その後、急速な少子高齢化によって、かなり今はさまざまな歪みが出てきているだろうというふうに思っていますし、毎年1兆円以上も自然増が膨らんでくる、あるいは基礎年金の国庫負担を捻出をする、2分の1を実現をするためにも、自公政権以降ですね、かなり苦心惨憺をしてきているという状況でありますが、もうこれ以上先送りできない状況だと思います。従来の社会保障のレベルを維持することも難しい状況でありますが、これからますます少子化が進んでいく中で、支える側、
支えられる側だけではなくて、支える側の社会保障も必要です。すなわち、若者や子育て支援、若者の雇用や子育て支援といった、こうした全世代対応型の社会保障にしていかないと、日本の社会保障の持続可能性を担保することは、私は困難だと思っています。この問題は、私はどの政権でももはや先送りのできないテーマになっていると思います。幸いにして、昨年末、民主党の税調の中で、さまざまなご議論をいただきましたけれども、12月の29日深夜に至るまで、100人ほどの人が残りながら、最終的にはですね、強硬に意思決定をするんではなくて、拍手とそして握手で一定の結論を得ることができたことは、私は大きな前進だと思っています。素案の基本的な考え方はまとまりましたので、いわゆる素案としての意思決定は、今週中に社会保障と税の一体改革の本部を開いて、そこで決めていきたいというふうに思います。その上で、政府・与党の考え方がまとまった暁には、次は野党の皆さんに呼びかけをしていくということであります。来週中にはその呼びかけを行って、野党の皆さんもこれは先送りのできない課題であると、私はご認識をいただいていると思いますので、そしてお互いに議論をして、それをまとめて、対抗として取りまとめ、その対抗をもって法案化をし、年度末に法案を提出をする、そういうプロセスをたどっていきたいと考えている次第であります。なお、内政の問題だけではなくて、昨年は例えば、キム・ジョンイル国務委員長の指揮を受けて、朝鮮半島情勢において新たな事態が世紀をしています。昨年末に情報収集の強化と、そして関係国と密に連携をすること、さらには不測の事態に備えて万全の体制を取ること等の指示を出していますが、基本的にはこの指示は継続をしています。昨年末、中国やインドの首脳とも議論をしましたが、関係国ともしっかり緊密に連携を取りながら、国際社会におけるさまざまな危機管理についても万全の体制を取っていく決意でございます。今年もさまざまな課題がございますが、一つ一つの山を乗り越えていくということが、私どもの基本的な姿勢であります。この姿勢の下で、しっかりといい年を作っていけるように、全力を尽くしていく決意を申し上げて、まずは私の年頭のご挨拶に変えたいと思います。ありがとうございました。それでは質疑に移ります。指名された方は所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞお願いします。それでは三浦さんお願いします。はい、東京新聞の三浦と申します。はい、本日ありがとうございました。今年総理もおっしゃいましたけれども、さまざまな意味で日本の将来を左右する重要な組織になると思います。我々としても総理に国民への説明を求める機会が多々あるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それで質問ですが、今しがた総理もおっしゃいましたように、一体改革、昨年末まとまりました。2015年の10月までに段階的に 10% まで引き上げるという結論ですが、総理、今野党に対して来週にも協議を呼びかけて、対抗を作りたいという話でしたけれども、野党側は自民党はそうですけれども、これについてマニフェスト違反だというふうに批判しまして、協議に応じようという構えは今のところ見せておりません。それで、お尋ねしたいんですが、もし仮にですね、野党がそのまま協議に応じない場合、そのまま野党が協議に応じなくても、対抗の策定に進んで、法案の提出と至るお考えがあるのかどうなのか、それをお聞かせください。まず、今週中にいわゆる素案の最終決定をした暁、来週の早い段階で呼びかけをしたいと思います。呼びかけに応じないというお話でしたが、まだ正式にまだ呼びかけてはいないものですから、まずは心から頭を下げて、大事な問題ですから、本当に議論しましょうよと、国家国民のために建設的な議論しましょうよという呼びかけをしっかりとしていくことが先決だと思いますので、それが整わなかった場合という、まだ仮定のお話にお答えをする段階ではなくて、誠心誠意呼びかけていきたいというふうに思います。それでは次の方どうぞ。それで山根さんどうぞ。共同通信山根です。よろしくお願いします。
消費税の増税に関連してお伺いします。総理もこれまで歳出削減に強い決意を示されています。去年の12月の記者会見でも、国家公務員の給与を削減する法案について去年の年末までに与野党合意を得て、早い時期で成立を目指すというお考え示されましたけれども、残念ながら与野党合意には至っていません。ねじれ国会の中で、野党側の協力をどう取り付けて歳出削減策を担保していくお考えなのか、それがまず1点です。あと野党側はですね、参院で問責決議を受けた2人の閣僚について交代を求めています。これも与野党協議の障害になりうるかと思いますけれども、どう対応していくお考えですか。まず前段のですね、公務員給与の問題でありますけれども、現時点でまだ与野党で合意ができている状況ではありませんが、来週中には通常国会の召集時期を決めていきたいと思いますけれども、通常国会が始まる前の段階にできるだけですね、我々の考え方はすでにお示しをしているし、野党の考えももうすでに示されていますので、どこを我々は守んなきゃいけないのか、何を譲ってもいいのかというギリギリの交渉をこれから本格的にしていきたいというふうに思っています。で、閣僚については全閣僚一丸となってこれまで申し上げた命題や課題を実現をするために力を尽くしていきたいというふうに思います。それでは次の方。それでは、インドさんどうぞ。日本経済新聞のインドです。総理はその野党はこれから呼びかければ応じてくれるという期待感を持ってお話をされていると伺いますが、現実問題、その消費税法案、これから野党の協力を得てですね、成立させるというのは難しいと、誰がどう見ても難しいと思いますが、局面を、打開するにはもう国民の世論しかないと思います。国民の世論をどう総理が引っ張っているかというところにかかっていると思うんですけれども、総理は国民に問う考えはありますか。難しいと一刀両断でありましたけれども、まさにこれからの野党協議の呼びかけ、合意を得られるかどうか、法案提出できるかどうか、法案が通るかどうか、いろいろハードルはあります。ちょうど昨日出身高校の同窓会があったんですが、でその時に手紙をもらいまして、世界史の授業を受けてた時の記憶があるかどうか、それは先の大戦の時のウィンストン・チャーチルの言葉、 The most famous six words、 覚えてるかと先生が教えてくれた言葉、忘れてましたけど、それは Never, 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 Never give up。 私は大義のあることを諦めないでしっかりと伝えていくならば局面は変わるというふうに確信をしています。それでは次の方どうぞ。それでは江川さんどうぞ。フリーランスの江川翔子と言います。よろしくお願いします。高校の後輩ですよね。よろしくお願いします。先ほど、その社会保険と税の一体改革 の、 その前提条件としの一つとして、政治改革、特にその定数削減の問題をおっしゃいました。確かにその年頭のラジオのお話でも、不退転の決意でやるというふうにおっしゃっていましたけれども、これを具体的にいつまでに、どのような形でおやりになるつもりなのか、次 の、 その選挙までに間に合わせるということでいいのでしょうか。一票の格差、一人一票が確保されてないという問題と合わせて、どのようにされるのか、今のスケジュールとお考えを聞かせてください。はい、まずその前提の一票の格差なんですけれども、私の選挙区の船橋というのが千葉4区、これ日本で一番一票軽いんです。でだからということでもありませんが、当然そうすると区割り変更を余儀なくされる選挙区ですが、これは当然早くやらなければいけないと思います。やっぱり基本的には違憲状態だと指摘されていることを克服しようとする国会の取り組みが見えないということは問題だと思います。でそれはまずやらなければいけません。で合わせて今申し上げた一体改革もありますので、まずは会議より始めよう、まず身を切れというのが国民世論だと思います。でその世論を重く受け止めるならば、合わせて定数削減もこれ早急にしなければいけないと思っています。ただ一票の格差の問題がどうのこれは早くやらなければいけませんが、それと解散権とは結びつく話ではありません。
それはそれで別にあると思いますが、ただ、何よりも他の課題よりも優先して、この一票の格差の問題、定数削減の問題は、早急に結論を出すために、特段、まず1番や2番やがあるとするなら、1の矢として放たれなければいけないというふうに思っております。はい、次の方、それではフォスターさんどうぞ。AP 通信のフォスターです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。最近の世論調査や私自身の取材を通じて感じるんですが、福島の原発事故に対する政府のこれまでの対応や情報の不透明さ、そして混乱ぶりに多くの国民が政府に対して強い不信感を持ちました。さらに消費税などをめぐる最近の与党内の対立が一層政治不信をもたらしています。総理は国民の信頼を取り戻すためにどのようなステップや政策を取られるのか、具体的に教えていただけるでしょうか。福島 のいわゆる原発事故の問題、あるいは東日本大震災の問題、初動の頃からですね、きちっと情報が流れていない、適切なタイミングではない、正確ではないというご指摘をずっといただいてまいりました。で、そのことはその都度反省をしながら改善をしてきたつもりでありますけれども、なおそういうご意見があるとするならば、これは猛省しなければいけないとだろうと思います。それは福島県民の皆さんに対してだけではなくて、国の内外問わず、やっぱりこの原発の問題というのは多くの皆さんが我がこととして心配をしていることですので、その情報をしっかりと正確に適切に公開をするということが基本中の基本だろうと思います。そのことを改めて心がけていきたいというふうに思いますし、特に関係する大臣はまめに福島に入ってご説明をしているつもりであります。政務三役もご説明しているつもりでありますが、これはもっと力を入れていかなければいけないというふうに思います。またなお8日の日には私も福島に入りますので、そうした皆さんの声をしっかり受け止めてまいりたいというふうに思っております。それでは次の方、それでは高田さんどうぞ。フジテレビの高田です。おめでとうございます。今年1年ということで見ますと、9月には民主党の代表選挙が予定されています。引き続き、国政を担うということであれば、そこで再選を目指すということになりますが、その9月の代表選挙に再選を目指すおつもりがあるのか、そしてその目指すとしたら何を訴えていかれるのか、また、代表選挙の、その前後で解散総選挙は代表選挙の前に考えているか後に考えているか、以上代表選挙をめぐって3点お答えお願いいたします。そんな先の言葉で、今は一日一日一つ一つの課題を乗り越えていくということに全力を尽くすということであって、9月云々というよりもまずは次の国会で やり遂げなければいけないテーマがたくさんあります。それらにしっかりと結論を出すことに全力を尽くすということであります。それ以上何もまだ考えておりません。それでは次の方、じゃあ坂尻さんどうぞ。朝日新聞の坂尻です。普天間施設問題についてお伺いします。防衛省は昨年末にですね、いわゆる普天間施設をめぐる環境影響評価アセスメントの評価書というのを提出したんですけれども、県庁の方に市民の反発する方々が座り込みなどしている関係で、夜間のその午前4時ごろ、夜間窓口を通じて段ボール箱を搬入するということになりました。このことについては、その地元から政権の対応としてあまりに姑息なんではないかという批判も出ていますが、総理自身はこの一連の経過をどのように考えられていたのかということと、こうなるとなかなか普天間施設の見通しというのは立てにくいかと思いますが、総理自身は普天間施設問題、どのように見通されているんでしょうか。政権の基本的な姿勢としては、日米合意を踏まえながら、普天間の危険性を一刻も早く除去をしていくということと、合わせて沖縄の負担軽減を図るということが何よりも基本的な姿勢です。その基本姿勢の中で、環境影響評価書を提出をするという運びとなりました。で、引き続きこれは防衛省で適切な対応していただきたいというふうに考えております。それでは時間が迫っておりますので、最後の質問とさせていただきます。山口さんどうぞ。 NHK 山口です。先ほどの、定数削減とも関連するんですけれども、民主党が考えている比例の80削減というのは、小さな政党はとても受け入れられないと思うんですね。
それでその、まあ、成立を図ると言っているんですけども、どうやってこの妥協点を見出していくのか教えてください。この間まとめた税調の中での文章でも、最初はその比例80うんぬんって入ってたと思いますが、定数削減に変わったと思うんです。我々の考え方もちろんあります、まとまってます。ただし他の野党のご意見もあるんですね。でそれを踏まえてどうやって削減に持っていくかというところに最後までこれ心を砕くこととなると思いますが、でもどっちにしろですね、定数削減は最後には実現しなければいけないというふうに思います。各党のご意見もよくお伺いをしますけれども、我が方はこういう考え方を持っているぞというものを強く打ち出しながら、それぞれの意見を建設的に出してもらうという状況の中で結論を出していきたいというふうに思います。それではこれをもちまして年頭の記者会見を終わります。どうもありがとうございました。